今日の下回り解説はハイエースですか。山盛りやったよ。え、もうさすがに。いやいや、やっぱ認識による細かい差とかないんですか。あ、この間ね、全然話は変わるんやけど、ほれ15年ぶりに僕の同級生が来とったっていう話を。ああ、え、この間の感想ナンバーかな。そう僕の同級生が来てるみたいですよってお母さんに言われたら、そんなやつおらんって言いながら言っちゃったやん。誰やそれって、ほんまかおい、うん、いやでもな、あれほんまやってで、見た瞬間に思ったんが、あ、お前やったらアポなしで来るわって思った、っていうぐらい、もうあれなんですよ、帰国子女のやつで、はあ、まあ、もうなんていう感覚がジャパニーズじゃないんですよ、そいつ。はい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 、おるおる、そういう人。もうほんで、お前、俺連絡なしに来てもおらんかったらどうすんやつもりやったんって言ったら、いや、まあ、その時はって言って、もう縁がなかったし、そういうタイミングじゃなかったなと思って、また次でええかなと思ってみたいな。確かにお前はそういうやつやった。いや、だけど覚えとんが、ニューヨークにホンダのやつで旅行に行った時に、旅行というか研修旅行に行った時に、そいつは夜ホテルに着いたら、もうタクシーを呼んで、一人でディーラー巡りをして、アキュラとか TSX 系とかのカタログを漁りに行くっていう男やったけんな。やるな、すっごいよ。で、今何やったっけ、カリブ地区の担当で輸出を担当しております、キリって言った。何の、何かの、いや、車の、車の、うん、要はそのブローカーじゃないけど、こういっぱい買ってきたやつをコンテナ詰めとかして、いくら番詰めして出荷して、カリブ地域にみたいな。なんか1年ぐらいなんかカリブ地域に、何、缶詰になっとったって言ったよ。カリブ地域ですか。ええ、いいっすね。青い海、青い空。まあ変かどうかは分からんけど、まあ、そうやって言ったよ。だけど、ぜひぜひっつって、また関東の方来ることがあったら、港案内するけん一緒に見ようぜ、ヘイ。いや、カリブ行きたいわ、カリブ。そうで、あいつ、そいつなんか、この今月末はパリに行くって言った。パリ、モーターショー。ああ、もう日本におったらダメになるけん、ちょっと脱出するって言った。あ、分かるそれ。なんかその話を聞きながら、うん、ああ、これは相田さんがおったら激盛り上がるやつやなって思いながら話を聞きよったけど。外国、そうなんですよ。はい、まあ、ということで、はい、まあ、そんな外国の車です。ダダン、イタリア、イタリア、ほら、サソーリのマークがね、誇らしげにおりますが、まあ、アバルトさんですね。なんかいっぱい書いてますよ。ええ、忘れないようにって言いますね。はい、書いてますが、はい、アッパーアルトさんでございますね。で、今何をしてたかというと、こちらの、はい、クラッチ交換ですね。はい、マニュアル、マニュアルもです、はい、左のマニュアルなんですけれども、はい、まあ、とっても楽しいんですが、まあ、やっぱね、うん、パワー、トルクがある、はい、がゆえに、クラッチの摩耗もやっぱり早い。まあまあしょうがないですね。で、まあ、よくちっちゃいな、余裕がないよ、ちっちゃいな、もう軽音とほぼ軌道変わらんけ、うん、だって軽音のディスクがこんなもんで、まあ、ちょっと一回りでかいかなぐらいのもんね、うん、ちっちゃいわ、ちっちゃいよ。これでだって何馬力あんの、200もあるの、10馬力。ああ、そうやな、ええとこにあれがあるから、ちょっと待ってよ。はいはいはい、これ、これがS2、 はい、これ S2、 S2 もちっちゃいな。 S2 もまあ、これイナーシャを小さくするためにはやっぱ小さくせないかんねんけど、あ、まあ S2 と同等サイズなんやけど、はい、トルクの出方が違うやん、ターボなんでね、へ、はい、なんで本来だったらもうちょっとっていうのはあるんですけれども、うん、なんかまあちっちゃいっていうよりかは、まあやっぱりね、多分もうトルクの出方の問題が多分でかいんじゃないかなとは思います、うん、はい、S2 はあれですか、あの S2 ですか、もうあの S2 で買えるん、いや、まあ、なんかやっぱそろそろクラッチ交換したいですっていう。変えとんじゃん。え、いや、一回は変えとると思うよ。絶対バリモンがついてそうな気がするけどな。そうそう、で、まあ、お前なんかには社外クラッチなんか無用の帳物じゃんって言って、うん、普通に純正品で今回交換しました。まあ今回クラッチ交換ですよ、はい、でね、はい、まあまあよくあるケースなんですが、まあ、やっぱクラッチ使ってると、うんうん、減ってくるですね、うん、重になってくるやん、なってきますね、減ってくると、はい、でも毎日乗ってると気づかんやん、はい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 、なので、まあ、定期点検とかでね、うん、割と、まあ、動かして乗ってくれてる、整備士さんとかにね、多分進言はしてくれるところはしてくれると思いますので、うんうん、まあ、そんな時には交換を一つしていただけたらと思うんですが、こいつの場合はですね、はい、エラーコードがつきます。あ、そうなんや、親切設計やな、親切設計なんかな、これが、はい、該当品でございます、はい、これ何か分かりますか、
これはレディーズベアリングです、はい、イエス、さすが、はい、レディーズベアリングなんですが、ここにこう当たるんですね、はい、ほんで、あのだからキャンターと一緒、はいはいはい、キャンターのパワーシリンダーと一緒、シリンダーになっとんやな、そう、ここから油圧がかかって、これがシリンダーになってニューンってこれ伸びてくるわけですよ、わ、はいはい、かります、でそれでクラッチを切るんですが、はい、ストロークセンサーの役目みたいなのも入ってて、うん、なんで、そのあたりを含めながらね、こう作動してるんですが、はい、まあなんでこれだけで高いよ、2万何千円するかな、あするかなでクラッチ板とかこれも地味高いんよ、で部品代だけでだいたい 7,8 万するかな、でスプリングアウターも買えないかんの、うん、こっちももう買え交換ですよ、そうですか、セット交換です、セット交換、乗用車の場合は基本セット交換ですね、そうなんや、はい、税にかかりますね、いえいえ、トラックさんに比べたらトラック、まあでも持つやつ100万ぐらい持つけんなまあでかいんでね、乗り方にもよるけど、トラックはもうほら一人で持つのがもうしんどいぐらいの重さがあるやんか、そうなんですよ、どっちか言ったらリリーズベアリングはカラコロカラコロ言って30万50万で買えるみたいな感じやな、まあそうですね、なんでまあそんなやつなんですが、まあでもね綺麗に乗られてるので焼けもそんなになくて、はい、あの奥様がねこれ乗られてるらしいんですけど、非常に上手に、奥様こんな、そうなんよ、しびれるサソリに乗っとんですか、そうなんよ、でもなんかちょっとお話しした感じは確かにちょっとしびれる感じの人やなと思った、うん、ああそうですか、うん、なんていうの、最近俺も人間を見る目がどん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 養われてきて、うん、あこの人は多分なんやけど、うん、面白い人なんやろうなとかっていうのが、まあ、なんとなく匂うようになってきて、間違いないなそれは、せやろ、うん、もうこの車に乗っとる時点で匂う、ほら、ね、あの感じと似とって、あの黄色い、はい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 、わかりますわかります、あのお姉さんとかと似たようなこうオーラを感じるけん、そうやな、飲みに行ったら楽しく飲めるそう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 、はい、そんな感じでございます、なんでね、まあちょっと後で、はい、まあどんな感じでこうクラッチをばらしててミッションを下ろしててっていうのは、うん、なんかそういえば自撮りをしたような記憶がございますので、え珍しく、そうよ、いやお客さんの報告用にちょっと撮っとこうって思って撮ったのがあったので、はい、まあそれをちょっとね、まあ、見ていこうかなとは、はい、ということでおはようございます、幕間に入れてる動画になってるかなと思いますので、撮っていきたいと思います、ですね、今バラしてるのがこれが分かるかな、フィアットさんですね、はい、アバルトです、何をしてるかというと、よっ、ミッションを下ろしておりました、まあ最初のね横のあのやつは、何だったっけな、チェックランプの点灯だったんですけれども、まあその理由を確認してたクラッチはね、センサー系統の異常っていうのがありましたので、そちらの方をチェックしていくついでに見てたら、まあクラッチフェーシングがね、こっちが旧品やね、見えるかな、もうこのねピンの厚さとかがもうほとんどなくなって、ここの高さもなくなってますね、はい、でこっちが新品です、横並べると分かりやすいぐらいにね、ズルズルに減ってるのかなっていうのが分かります、クラッチの場合はね割と減ってくるとフィーリングの方がかなりこうまず、踏む力が重くなってくるのと、まあ、足で、やったストローク感も粘っこい感じがねしてくるので、まあ、ここら辺は、毎日乗ってると気づきにくいところもあるので点検の時とかにチェックをした方がいいかなと思ってます、はい、それとこっちはね、一緒に交換するカバーですね、カバーの方もここのところですね、この辺りのところは若干変形をしてきてますね、でこれがこっちの方はやっぱりね新品は、ちゃんと均一に揃ってますし、まあ、これがだんだん反ってくると、踏む力も大きくいるようになるので大変でございます、カバーの衛星の方は、まあ、通常の範囲内かなっていう感じなので、はい、こちらもそんなに激しい使い方をしてたっていうわけではなさそうですね、まあ、ただねこいつの場合エンジンパワーがねわりかしあるので、それに対してのクラッチ容量っていう意味で言うと、まあ、もうちょっと本来だったらあってもいいのかなっていう気はしてます、でこっちがねファウンディングの中でございますが、このねシリンダーがパワーシリンダータイプになってますね、はい、ここから油圧が入って油圧によってこのシリンダーごとこう動きます、ベアリングごとね、はい、レディーズのベアリングごと、なのであのキャンターとかねあの辺のトラック系なんかで馴染みのある人もいるんじゃないかなとは思います、そのおかげで、まあ、ここのベアリングだけの取り替えができませんので、もうここ丸ごとの部品になって、まあ、そこそこ高額な費用が必要になるぞっていう感じでございます、はい、ということで、ここいら辺のね修理をしてますので、間ちょっと真っ赤に挟んでおこうと思います。
でも俺これ初めて見たんやけど、うん、こんなとこにインタクーラーおるんやな。しかもこことこかやけどな。え、ダブルでおるんや。そうやで、こっちにおるんで。ほれ。いや、ほんまや。そうやで。すごいな。なんかやっぱな、加圧、下級圧高いけん。うん。やっぱインタクーラー、なんかよっちゃんと作ったんやけど。まあ、でもあれやな、置くとこないわな。だってミッション下ろすのにサブフレーム外してもうつけたけど、めっちゃ大変やん。サブフレーム外したの取れんけん。ほんまにあれですね、ぼったくり案件ですね。いや、ぼったくりたいね、本当に。もうぼったくりたいね。てかもうエンジンルームギチギチでさ、でタービンめちゃでかで、きついや、熱もきついやろ。そう、熱もきついしでかいし、でなんていうん、あのこの辺今バッテリーとかその辺外しとるけん、うん、まだあれやけど。ああ、そうか、バッテリーおるんか。ここバッテリーおるけんな。もうなんちゃうけんけんな、マジで。っていうかもうあれやな、こうターボのパイピングとかも。そう、ターボパイピングね、これ恐ろしいな、これ。そう、ターボパイピングがここにあって、ほんで、だけここがインテークなの、はい、ね、でここからグイーンってきて、グイーンってきて、グイーンってきて、まずそっちのこいつ、あ、折り返してるんか。でここでグイーンってきて、グイーンってきて、ドーンってきて、ドーンってきて、ここにもあるんよ。ほら、ここで二股分かれとるやろ、ここ。あー、はい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 、ここでな。そうなんよ。だけできるだけ圧損がなく、しかもまあ割とこうちょっと効いてくれるようにっていうんで、なるほど、ね、結構気使ってね、これ設計されておりますよ、本当に。これは整備し泣かせですね。もう下ろした方が早いな、いろんなもんはな、ほんまに。うーん、でも割とそのなんていうんだろう、まあ、まあ外車独特の作りはあるけど、うん、まあそんなにめちゃくちゃそのなんか特攻がいるとかっていう感じではない。ではない。うん、まあ、ちなみにさ、これブレーキって純正でこれなん？純正っす。これマジで？コンペティ何やったっけ？コンペティオンね。うん。はこれなんじゃない？確か。すごいやん。だけどもうでかいよ。ブレンボの高い分のディスクがついてる。そうや。ブレンボの高い分のあのほらカチャカチャのやつのディスクやで。フローティングやんか。はい。そうなんですよ。すごいやん。で多分なんですけど、これオーナーさん多分パッドは変えてるんじゃないですかね。あ、おそらく。でないともうもっと減るんで、ゴリゴリに。すんげえな。でもうほらコニーの、はいはい、コニーや、足もコニー、FSD、そうよ、コニーの足が入ってて、はい、しなやか乗り心地。そうそうそう、コニーさんですよ、ほんまに。へえ、ええなこれ。でラジエーターの容量も結構あるから、でかいよね。うん、もうラジエーター容量も結構あるし、ほんで何この奥とか見よって結構ね、その独特のその仕組みとかそんなんもあって、ちょっと面白いなって思いながら。あれなんかさ、謎のレバー的なもんがあるやんか、うん、謎のレバー。この奥にさ、これなんやろ、このどれ、これそう、これそれ、これミッション。あ、それがミッション。そうそうそう、ミッションのあの変速のカチャ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 って置くとこ。そうか、うん、ミッションのレバーの変速で。そんなこと言ったら、もっと言ったらな、これの方が謎やで。ここ、これちなみにこれがブリーザー。あ、そこ、うん、どうすんってなるやろ。なるな。だってゆ緩めれんので、うん、あのここの差し込みのこの具合で、うん、そのここオープンクローズっていう風になったりするけ、そう、いたっしゃーって感じやろ、ほんまに。これはもうあれですね。そうなんですよ、困ったさんですね。なんでまあ一個ずつね、はい、こうやってあの確認しながらやるので、はい、時間はかかります、はい、なのであのまあちょっとね早く乗りたいとは思いますが、はいはいはい、まあまあもうしばらくお待ちいただけたらと。で、ね、今回のためだけに僕は、はい、あのショートのヘックスセットとかそんなの買ってるんで。あはー、これまたね、そのだからミッションオイルとかその辺のこう交換しようと思っても、うん、超ショートのこんなヘックスがいったりするわけ、はいはいはい、切ったんですか。え、いやいや、もうモデル X の時のように切ってはないのでもうあのちゃんと今回は、うん、あの買いましたけど、コーアさんのところのやつの短いやつのセットを。だけど、まあ、そんな部品とかというか、まあ、工具とかも買う、まあ、大体別になくてもできるんやけど、でも欲しいってなったりするけ、まあまあまあ、こんなんやっちゃったらもうあれですわ、赤字確定です。ですが、まあまあええかなみたいな感じですね。え、なんで？え、声が好きやけ。まだ。そこやん。声が好きやけ。そこやん。声が好き。問題はそこやん。し、まだ言うて A という部品を A に付け替えるだけやけ。はいはいはい、ね、まだええんよ。全然これは。だから
A か B か C か分からんものをさらに A か B か C か分からんものに変えていくのは至難の技やけ、はいそうですね、それはなかなか気軽にできへんけど、まあ、これ時間かければできるやつなので、はいはい、そうですか、はい、というね、こういう変態車はお待ちしておりますか、うん、あまあまあまあ、あできるできんはありますよ、はい、あの工具がなくてできないとかね、あもうだってそれを、まあね、例えば買ってたら何しようか分からんの、うん、まあ例えばその工具代の5万出してくれるんやったら別にやってもいいけどとかはあるよ、うん、そうなるよね、なんでね、まあ、その辺はちょっと塩梅見ながらまたオーダーの方をしていただけたらと思いますので、はい、今後もよろしくお願いいたします、はいはい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです、ね、またバイバーイ。はい、やっとドイツからやってきました、こちらワグナー MC オイルでございます、なんとですね、仮想工の車ですとか、大変な状態になったエンジンもこれを使うことによって魔法のように新車のようなフィーリングによみがえるらしいです。皆さんもこちらのワグナー MC オイルぜひお使いください。